ましたよ。はい、とうとう来ましたね。あのこの間ちょろっと言った、うん、あの協賛、あの GoPro、 はい、 GoPro 協賛してくださいって、うん、一瞬にして、うん、一瞬にしてですよ、すごい金額が集まりまして、はい、もうあの GoPro が買える金額をちょっとオーバーするぐらいいただきまして、はい、協賛していただきまして、はい、ほんまありがとうございます、ありがとうございます、ほんまにありがとうございます、ほんまありがとうございます、いやマジでもうほんまありがたい、うん、ありがたい、あのようじゃないですか、もう来すぎますよって俺いやほんまな、来すぎますよってようじゃないですか、ちょっと嘘でようじゃないですけど、いやほんまに来すぎですな、やばいですよ、もうストップしたもんな、でもう一応あの協賛ストップさせてもらってます、もうこれ以上もし来られても、うんうん、困るってな、ほんま扱いきれません、うんうん、困ります、使途不明金になるんでいやほんまな、使途不明金になるんで、俺多分な持って逃げるよ、ほんまお前の使途不明金になって、 お前あの協賛金何にしたんだって言われた時説明つかんようになる、いやほんまな、もう一旦もうこれ終わります、うん、そう、ね、もう、はい、もう協賛を今回も終了させてもらって、はい、あのいやもう言ってくれ、俺も出しやるよっていう人もまだおるんですけど、そうおるんですけど、いやもう終わりにしたっけ、はい、次なんかまたやるときまた協賛してくださいいうことに今してますね、はいはい、その通り、いやいや、まあ、そのまだいろいろ言ってきてくれとる人も、いやほんまな、それさ早い言ってくれれば俺もするのにっていう人も おると思うんですけど、うんうん、いやその人はいろいろもうありがとうございます、いやほんまだ、ありがたいことに、ほんますっごいたくさんの人がな、だけどまあまた何かあったらね、何かこうやりこういうことをやろうもん、そうそう、なったまた協力してもらって、ね、みんなが喜ぶようなことをができれば一番いいですね、うん、まあ、今回は、まあ、カメラの、ね、自分たちの喜ぶことにさせてもらいますけど、はい、あの YouTube を始めてよかったなっていうことで、はい、あのカメラをね、それをまああの協賛してもらうと、はい、ここテロップ流れてますか、ね、流れてる、あ流れてますか、協賛してくれた方々の名前が、ありがとうございま す、いやほんまもうありがたいな、すごいですね、いやほんまにすごいと思うよ、すごいですよ、ちょろっとパラッと言っただけだけどな、ね、ええ、それはもうやばいぐらい来たんですか、ね、いやほん、ま、金額まではちょっと言えないですけど、言えんな、うん、ちょっとな、だけどもう結構来てますから、ね、うん、もうまあカメラは十分買えるからな、ええ、もうストップさせてもらいました、はい、ほんま、また何かありましたらね、うん、協力してもらう、そうだな、まあ、今回はいくれーいう人がおったらまた次また、いや言われるんよな、じゃけん、まあ頼んどったけどそこへたどり着く前でもう終わってしまう、そう、ね、そんなこともあるけど結構ね、うん、あるんですけども、まあでもまあいろんな人がなこう、あの協力してくれてから、まあこれからも助かります、うん、ちょっとまた太るな、いやいやラーメン食いかね、いやいやほんまね、今度カメラが良くなったらシワが映るんじゃないこれ、大丈夫？大丈夫。白髪大丈夫？白髪はもう染めようかな。いやいや、あのカメラが用ならんでももう分かってます。キッポ映る？キッポ大丈夫？キッポも映ります。キッポ映る？いやすでにもう映ってます。あ映ってる？やべえな。キッポ気になるんだったらもうこの髪型まずやめた方がいいでしょ。いやこれな、ハゲ隠しのためにこうやってかこっちに寄っしょんよ。誰だよ。誰だよ。セサミストリートです。セサミストリートヘアでしょ。ここら辺ちょっと出しておきます。誰が言うた、一度レイが言うた。一度レイが言うた。そうセサミストリートの黄色です。黄色のあのしましまの服のやつです。あここ出しておきます。あれじゃあディオタでしょ。いやまあまあ言われてみりゃそうかもしれない。一度レイ、うん、一度レイだけ。あとなんか誰だよ、あとちびまる子ちゃんの何なんやろくんとかもようだよ。なんか言おうたの、なんか言おうたの、ね、あれもちょっとここ出しておきます。言おうた言おうた言おうた、あれもここ出しておきます。言おうた、なんか今日ええねえな、キャラがある。さあ何がいいことあろうに、ほんま全くええことないよ、ほんますごいよ。何がいいかろう。いやいやほんま全くよくない。いやいや、ほんまでもまあこれほんまありがとうございます。はい、ほんまにありがとうございます。ということで、はい、今から、はい、GoPro 見に行きますんで、はい、それではよろしくお願いします。それも動画にしますんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではレッツ。
点あるじゃん。もうすごい。サンプル。あ、これが点だね。点のサンプルだね。おお、すごい。これが今こうなの。ああ、なるほど。出てくるんだな。これが出てくるんだな。うん、足がな。そうですね。おお、おお、おお。すごいすごい。いくら？モトロテンこれ何本？7万2000。かっけえな。かっけえな。これな9月16日発売。ああ、9月16日。まあここがこれだね。この値段ですね。注文予約確認いたしません。発売日はもうとっくに過ぎたけど、確認させていますね、うん、ちょっと確認してみて、はい、もうエディオンこう点並んどったで、うん、あ、申し訳ございません。でこのボタンも点のやつがあったで、ボタンピッて、あ、そういうとこよそういうとこ点在庫ございます。何部するん？お値段がですね、確認させていただきますね。あれが見てまいります。少々お待ちください。はい。はい、これです。とうとうやっちゃいました。やってしまいましたよ、これ。はい。あ、最新ケースもついとんじゃん。最新モデル。何です？これ、なんかケースに入っとん。あ、これケースみたいな、ね、ケースになっとるな、うん、カバンみたいな、あ、ケース、カバンか、うん、ハードケースが、ああ、ハードケースがついてます。いいね、ついてますね。はい、新しい三脚、もうずり落ちません、下に。それで予備バッテリー、はい、バッテリーだと、マイク付きのあのケースはまた後日、はい、別途に入るらしいですわ。あ、ほんならまた取り込んでいけるってことだよな、また注文させていただきました。皆さんありがとうございます、ほんま。またちょっとあの帰ってまた開けてみたいやりますけど、はい、あ、わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、それでは、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、来ました、これす GoPro 10。ありがとうございます。ちょっと開けてみたいと思います。これですね、これです。GoPro 10です。はい、GoPro 10をオープン。アメイジング。すごいかっこいいです。これですね。最新ですね。これですね、あ、これ貼っとこうかな、もう、まだカメラ部分だけ差し替えて、あとこれなんだ、これこれですね、ちょっと電源入れてみたいと思います。電池ないんか、電池ないな、まだ。ああ、わかりました、これ電池が入ってなかったっすわ、電池が。これですね、バッテリー。
これです。新しくなってますね。うん。なんかバッテリーも長持ちするようみたいになってます。ちょっとバッテリー入れてみたいと思います。もう僕のと全然違うんでね、この下がこういう風になって、これに挟まるように。ちょっと電源入れてみたいと思います。おぉ、来た。おぉ、来ましたね。これですね。おぉ、これですね。はい、わかりました。あ、SD カード入れてくださいになりました。はい、これで、カード入れてみました。SD カード入れてみます。あら、また違う。ようやっとカメラの設定が終わりました。すごい見やすいですね。バックマイクになってこういう感じになってます。接続これです。三脚です。三脚は同じのを僕も持ってるんですけど、全く同じの持ってます。ショーティーですね。これね、GoPro の純正は高いんですよね。GoPro の純正は、これですね。僕の今使ってるやつは、まぁ、あ、こんぐらい伸びるんですよね。まぁ、あ、これです。こうやって撮るんですけど、伸ばしたらこんぐらい伸びるんですけど、僕が今使ってるやつがカメラ乗っけたら、これがじわーはと知らんうちにこんぐらいまで下がってます。で、新しいのにさせていただきました。これです。あともう一つはこれです。予備バッテリー。バッテリーは予備はあった方がいいですね。ないと不便なんで、まあ、普通にラーメンの動画ぐらいだったら予備バッテリーまではそこまで必要ないんですけど、何かやっぱちょっと長い動画撮ろうかなと思ったら、これ予備バッテリーになります。まあこれと iPhone 直接つなげてデータ移行 Wi-Fi でこうやらなくてもね、データ移行できるんで、それの時間がね地味にかかるんですよ。倍ぐらい早いって書いてあったんですかね。それなんで非常に楽になると思います。専用ケースに入れなくてもアクセサリーに噛むと。いや、これはほんま便利ですね。すごい。まあこんな感じになります。こういう感じで撮影していきたいと思いますね。こういう感じで三脚で、こういう感じですね。こういう感じで今回本当協賛してくれた方々誠にありがとうございます。本当ありがとうございます。周りのいい人に恵まれてると思います。ありがとうございます。何にも返すことができませんけど、頑張りますんで、ありがとうございました。それでは。今回 GoPro 協賛企画で GoPro を買いまして、少し協賛金が余りましたので、何か視聴者プレゼントということをやろうと思いまして、この作ってたこのラバーバンドをもう在庫がないんで、ちょっとそれで注文さ、余ったお金で注文させてもらって、それを視聴者プレゼントやろうと思います。企画はどうするかとか、どこでどうやるかっていうのはまだ何も決まってないんで、それが決まりましたらまた
あの動画で報告したいと思いますので、お楽しみください。ぜひ参加してみてください。